こんにちは、プチフルール園芸チャンネルの翔です。今回はいつもちょっと違った新たな企画を考えてきました。最近は切り戻し系やこういう風にやった方がいいよっていう動画が結構多かったんですけども、今回はもっといろいろな人にラフに楽しんでもらえるようなバラエティっぽい要素も入れたので、のんびりした企画をやりたいなっていう風に思ってます。ざっくりとした企画ですが、くじを引いてそのテーマに沿った寄せをアドリブで作っていただこうと思ってます。いいですね。あなたは誰ですか？すいません、兄の大地です。はい、ということでね、僕はもちろん知ったんですけども、一緒に動画編集をやってもらったり、ネットショップの方ね、開設の方を一緒にやってもらった兄になります。今後の動画撮影にこのようにね、ちょくちょく手伝ってもらうかと思いますのでね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、今回はくじ引きみたいな感じでテーマとかいろいろ決めて作るっていう方で、この動画をきっかけにね、今まであんまり寄せをやったことない方や、こういう風にしたいっていうイメージだけはあるけどまだやったことないっていう方、そういう方の参考になったり、初めて寄せとか園芸を始めるきっかけになる動画になったらいいな、そういう風に思ってます。今回、動画の流れとしてはくじを引いてもらって、苗を選んでもらって、で寄せを実演してもらって、それがどうかっていうのを見てもらえばなっていうふうに思います。ここにこの内容が入ったくじを入れていきます。はい、じゃあ引いちゃいます。くじ引きの内容は、こんな感じになってます。じゃあ早速翔さん、くじを引いてください。一番最初がカラーのくじ引きになってます。了解です。はい、じゃあ引いてきますね。ちょっと何色が出たら嬉しいとかあるんですか？やっぱ僕が好きな色はパープルとかホワイト系とかが好きなので、そういう色がどちらかというと嬉しいかな。確かにくじ引き入ってますもんね。なんか嫌な色が出ないといいですけど。じゃあお願いします。はい、あ、ブルー。あ、無難に良さそうですね。ブルーはね、次の動画でやろうと思ってたんですよ。なんでそれとはね、また違う組み合わせで紹介できるといいかなと思います。はい、じゃあ翔さん、次鉢の種類引いてください。はい、じゃあ引いちゃいます。あれかな、よいしょ。あ、ブリキだ。あ、ブリキはお得意のブリキですね。はい、今回もブリキでいこうと思います。はい、今これでブルー系の寄せ植えでブリキ鉢使うってことは決まりましたけど、あとは気になる予算ですね。予算が何やかんや一番重要になってくるんで、じゃあ金額のくじを引いてください。はい、いくつがいいとかあるんですか？高いに越したことないんじゃないですか。はい、高いに越したことないですね。じゃあお願いします。はい、あ、4000円ですね。こっちか。じゃあ4000円は鉢抜きで、苗の値段だけで4000円って感じで作ってもらいます。結構豪華な感じですね。あ、わかりました。楽しみですね。はい、じゃあこういう形でブルーでブリキ鉢使って、4000円の予算で寄せ植えを作っていこうと思います。じゃあ翔さんお願いします。よろしくお願いします。それではやっていきます。プチフルール園芸チャンネル。はい、ということでね、早速苗の方を選んでいこうと思います。今日はね、このプチフルールの袋井店は今日定休日なのでね、お客さんいないんですけど、ちょっとね、閉まってる苗とかもあるので若干いつもとはちょっと違いますけど、とりあえず苗を選んでいきます。で、今回のお題が、ブルー系、ブルー系っていうことになったので何にしようかなって思うんですけど、最近ね、あげた寄せ植えで前回ブルーデージーとあとラベンダー使った寄せ植えっていうのをやっちゃったので、本来ブルーだったらこういうね、ラベンダーとか、あとこっちにあるこういうブルーデージーとかをぜひぜひ使っていきたいんですけど、前回ちょっと使っちゃったんで、どうせならね、違うやつでやっていきたいと思います。まずメインはどんな感じのお話するんですか？はい、なんでメインは今回はそういったブルーデージーを使うのも諦めたので、このね、オステオスペルマムのシルバーの方を使っていこうかなって思います。これオステオスペルマムでシルバーなんで、
もちろんシルバーっぽい感じなんですけど、花の中心の方の縁、この八重咲きの部分の縁が結構ブルーっぽかったりして、今回はねちょっとこういうおしゃれ系なクール系なブルーでいこうと思います。このオステオスペルマム 3D のシルバー、八重咲きのタイプですね、これをメインに使っていって、あとはね個人的に最近寄せ植えで使いたいなって思った苗があるので、それが、お花でブラキカムですね。ブラキカムのブラスコ、これは季節的に使いたいなっていうふうに思ってたんですけど、紹介する機会がなかったので、まあ、今回使っちゃおうかな。色はね、まあ、パープルといえばパープルなんですけど、ブルーの寄せ植えに合わせても十分可愛いと思うので、まあ、こちらも使っていこうと思います。あとはでラベンダーがちょっと使えないんで、こっちかな、こっちのひなそうも水色とかブルーがあるんで、このひなそうのブルーもね使っていこうと思います。今ちょっと高さ的に中段のお花しかないので、ちょっと手前側用にブルーを1個入れようかなってところで、まずはこのひなそうを入れて、ひなそうもこう使っていこうと思います。小花可愛いですね。冬の宿根草のおすすめ3選とかのショートでも紹介したんですけど、まあ、便利なものなのでね、今回の寄せ植えでも使っていこうと思います。で、次がどうしようかな。いや、こんなにお花があると迷っちゃいますね。迷いますね。迷っちゃうんですよね。で、僕が個人的におすすめしたいなと思ってたのはデイジーのラベンダードリーム空っていうのが、ラベンダーとかブルーっぽい縁になってて、すごい繊細というかね、あんまり素朴な可愛さでね、とても可愛いと思いますけど、これはちょっとブルー要素が低いので今回はなしにしようかな。じゃあもう結構ブルー要素に固める寄せ植えっていう、そのやっぱメインのお花は一応テーマがブルーなんで、でその中でもオステオがブルー度が低いんでね、他の中心のブルーのお花っていうところははっきりしたブルーっぽいのがいいかなと思って、逆にリーフはねあんまりブルー、まあ、もちろんブルーのリーフってないんで、葉っぱはみんな緑とかね黒白とかなのでね、そういう後ろの方はそういう感じになっちゃうので、まあ、真ん中のねお花だけでもしっかりブルーにしていきたいなって思ってます。で、これめっちゃブルーなのが1個あって、これです。このジュリアンの群青の空っていうタイプ、こういう縁が白いジュリアン、クールだし可愛いジュリアンになってるんですけど、まあ、やっぱりねブルー感がとにかくやっぱ強いので、今回これかなり合うんじゃないかと思って、これもね脇に入れようかな。メインがこのオステオなので、脇に入れる植物としてブラスコと群青の空、ジュリアンとで感じで、今真ん中のラインは揃いましたね。で、手前が1個だけ入ってるんで、まああとはとりあえずリーフかな。リーフをとりあえず選んでいこうかなと思います。リーフね、この手前に垂れるものとか奥の方にねちょっと入れていきたいと思ってます。で、ベロニカオックスフォードなんかはこれ前の寄せ植えで使いましたけど、これがね銅葉でブルーの花が可愛いんでめっちゃいいんですけど、これも前回使ったんで、まあ、今回はやめとくかってところで、代わりに使いたいリーフでこのリシマキアのペルシアンチョコレートなんかがいいかなと思って、これはね銅葉なのでちょっと黒っぽい葉っぱなんですけど、こういうブルーの寄せ植えには個人的にはブラック系の重い葉っぱとかは結構合うかなと思ってます。ブルーの花に合うのだと暗めのこういうブラック系の葉っぱとか、クールに合わせてくれるシルバー系の葉っぱ、あとはブルーの反対色みたいなところでイエロー系もね、それはそれで合うかなと思ってます。でとりあえずこのブラック入れたんですけど、逆に後ろの方は1個なんでシルバーっぽいのを入れてるので、シルバーとここら辺でサントリナとかプラチナとかあるんですけど、カルーナのちょっとシルバーっぽいタイプ、こちらを使っていこうと思います。よし、カルーナジュエルドロップスプラチナムって書いてあるね、まあ、プラチナ系、プラチナみたいなシルバーみたいなイメージっていうことかと思うんですけど、まあ、そういう色合いですね。これを後ろの方に入れようかな。でもうね手前は結構揃ってきたんで割といい感じにも出会ってますよね。で、あと入れたいのがベロニカとかも、これはベロニカのグレースってやつで、こんな花が咲くんですよ。めっちゃブルーの
個性的で豪華な花が咲くんで、これもめっちゃいいんですけど、まあこれはでもちょっとね、銅葉っぽい感じになるので、今回のに使うと重くなりすぎるかな。そこで今回はちょっと我慢します。そうで、今真ん中の後ろがまだいないんで、真ん中の後ろをとりあえず選んじゃおうかな。センターの後ろの一番でっかいところ、一番山になるところを、これだな。もう背高めのやつってことですもんね。そうですね。で、ヘーベ。ヘーベをここで使っていこうと思います。ヘーベの中でも結構スタイリッシュな感じの斑が入ってるタイプで、結構ね、オステオって見てもらうと、まあ葉っぱは地味なんですよね。めちゃくちゃ緑で、ゴツゴツしいというか、たくましい感じの葉っぱなんで、やっぱり、そういうとこを中和する意味でも、こういうスタイリッシュな葉っぱを後ろに入れてあげると。スタイリッシュ。で、あとは4000円ってなったんで、まあ正直これで終わりで僕はいいかなとも思うんですけど、まあ4000円ってところでもうちょっとさらにパワーアップさせる植物を追加していこうと思います。そうなると、やっぱりね、気になるのは、この隙間。こういう植物があって、直でオステオだとなんか緑緑してるんで、ここをね、なんか入れたいんですよね。で、そんな時に役立つのが、こんな時にゴールデンレモンタイムがいいんですね。ゴールデンレモンタイムはね、こういう時困った時にとりあえず入れとく感じで助かります。これがいいかな。黄色い斑が入ってくるのでね、最初の方にブルーとイエローは結構相性がいいと思ってるって話をしたと思うので、このね、黄色い斑が入ったゴールデンレモンタイムをこのオステオの手前に入れてあげようと思います。まあ、とりあえず適当に置いておきます。で、あともう一つが、イエローとかホワイトをブルーのお花と組み合わせるといいって思ってた中で、これ入れときたいなって思ったのが、こちらのハーデンベルギアですね。ハーデンベルギアの花が白と黄色っぽいタイプ。ハーデンはこういう風にパープルのハーデンとか白いハーデンがあるんですけど、この中でも今回はね、この白黄色ってとこを使っていこうと思うので、こっちの方がいいかな。ちょっとこっちはダルーンって過ぎちゃってるんで、もうちょい立ってるやつに入ります。よいしょ。こんな感じでいいんじゃないかな。このブルーの中のこのハーデンの白黄色ってのがね、結構目を引いてくれるんじゃないかなって踏んでます。うまくできるかな。うまくできると信じてやります。はい。で、苗はこんなもんで。苗は計いくつになるんですか。今これで 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9ですね。9苗使っているので、まあこんなところでやっていこうと思います。値段もね、ちょっと後で計算してみようと思うんですけど、まあ計算してみて問題なかったらこれでいきますね。はい。じゃあそれで寄せ植えお願いします。はい。あと8だ。あと8も選ぶんで、とりあえずこれ置いておきます。はい。でね、さっきちょお花はちょっと置いてきたので、次8を選んでいこうかと思います。で、8ね、ブリキ鉢だったので、ブリキ鉢のコーナーを置こうと思うんですけど、このグラスファイバーの鉢はここら辺にもあるんですけど、これめっちゃいいですよね。うん、めっちゃかっこいいなと思ってて、ここら辺もね、まあ機会があったらまた使いたいんですけど、そんな感じでグラスファイバーもあるんですけど、ブリキはこっちですね。で、ブリキ鉢のゾーンはここら辺で、こういう感じでね、ブリキ鉢をガンガン積んであるんですけど、今はまだ入荷前なので、多分今月とかのうちにいっぱいガンガン入荷してくるんですけど、今は逆に一番入荷直前の減っちゃってるタイミングにはなってるんですけど、まあしょうがないんでこの中から選んでいきます。でもね、とっても素敵なやつもいっぱいあるので、で、ああいうね、ブルーの寄せ植えに僕的に一番合うと思ってるのは、こういうちょっとシックな白い鉢、ローダンセオムの時に使ったのと同じようなやつですね。こういうのがね、かなり合うんじゃないかなって思うんですけども、やっぱ何回も言ってるように寄せ植えのメインがシルバーのやつで、結構ブルーみが弱いんで、もっとブルーみが強い鉢にしようかな。まあこれかな。これでいこうと思います。はい。
今日は青いブルーめの強いブリキバチを、はい、これをチョイスしてやっていこうと思います。お願いします。プチフルール園芸チャンネル、はい、じゃあ早速やっていこうと思います。鉢底ネットを入れたのここにね、もっち入れていきます。で作っていきます。で今回ね、寄せ植えに使う土は、まあ、いつも一緒なんですけど、この当店で販売している園芸店の土ですね。この園芸店の土は赤玉土がいっぱい入っているので、かなり水はけがいい土になっています。寄せ植えにはね、最適な土になってますので、ぜひ使ってもらうといいかと思います。こちらはね、店頭でも販売してるんですけども、最近ね、開設したネットショップでも販売してるのでね、なんか合う土ないかなって思ってる方はぜひ買ってみてください。で、こんなもんかな。で、今回のね、多分ちょうどサイズ的にもぴったりだと思うので、ガンガン植えていこうと思います。で、寄せ植えはね、基本一番後ろから作ってもらうのがいいのでね、今回はもうそれに習ってこのように一番後ろの平米から植えていきます。こちらですね、やっぱり斑がかっこいい、めっちゃスタイリッシュです。植物は基本的にはね、根っこをね、切ってあげたり処理してあげた方が、まあ、寄せ植えしやすいし、生育的にもいい場合が多いです。なのでね、そういう風にしてもらう方がいいんですけど、まあ、平米なんかこういうようにね、がっつり根っこがね、ぐるぐるにね、こうやって張ってます。こういうのはね、切っちゃえばいいです。高さね、見ときますね。こういう感じ。こういうね、ちっちゃいスコップでね、土入れて、土をかけてあげて、よいしょ。で、後ろのやつは若干ね、前傾気味に植えてあげます。こんぐらいかな。もうちょっと土入れて、で、先に右側から行こうかな。あとね、これ、鉢が正面がここになってるので、ここをね、絶対見失わないように。土でね、見失っちゃうことが稀にありますので、それは気をつけます。で、次はカルーナのね、このプラチナタイプ、植えてきます。カルーナはね、ネット上にこういう風に根っこが張るんですよね。まあ、これは切った方がいいよねって感じになってるので、まあ、もちろん切ります。これもカルーナもね、高い低いがあるのでね、寄せ植えの形に合わせて。で、今回脇に右側に配置するのでね、高い方を真ん中側で植えていきます。こういう感じで、カルーナはね、こうワシャワシャしてるので開いてあげて、若干こう絡めてあげながら植えるって感じでやってください。そういう感じで植えていきます。シルバーがね、チラチラ出てくるようにと。で、反対側のね、このハーデンベルギアのホワイトですね。まあ、この真ん中の部分はね、黄色いので、イエローホワイトって感じで、ブルーっぽい寄せ植えにはかなり合うと。で、これも根っこ出して。ハーデンベルギアはね、マメ科のツルになる植物なので、とても強いですよね。これはね、このスミッチョに入れるので、ちょっとちっちゃめに切るんですけど、で、このまま真っ直ぐ植えるとどうしてもこう垂れちゃうので、できればね、後ろの方を植えるので、こうなっちゃうんじゃなくて、こういう角度でね、こういう角度で植えたいので、こんぐらいでね、こんぐらいに斜めにして植えると、こっちも、なんとか、いい角度を保てるかと思いますので、こういう角度で植えていきます。よいしょ。こんぐらいかな。うん、いい感じ。で、これで土入れていきます。はい。じゃあね、次、真ん中のね、メインのオステオスペルマムも植えていこうと思います。シルバー、八重咲きですね。とてもかっこいいです。で、オステオスペルマムもね、とても丈夫なものなのでね、キク科ですからね。根っこはガンガン切っていっていいです。ものすごい張ってますね。もうがっつり張ってるんで、これはね、ガンガン切っちゃいます。前ね、寄せ植えをやったローダンスマムと同じキク科だから、まあこんだけ濃いって感じですね。ローダンスマムも根っこはかなりいっぱいだったので、まあとても丈夫なものになりますので、このように切っても大丈夫ですし、あとね、動画で切り戻し方法の紹介っていう動画を上げたんですけども、まあ、そういう風に切り戻しが何回もできる植物にもなりますので、
長く楽しむ方法を知りたい方はその動画も見てみてください。黄色い葉っぱを今取ってました。で、お花がね、向きがどうしようかなって感じなんですけど、で、ちょっと入れる場所を用意してこんな感じで入れていこうかな。めっちゃいいね。で、若干土が足んないを調整して、高さと角度は真ん中のね、お花は超重要なんで、何回も確認しながら角度を合わせて植えましょう。こんな感じかな。ブラヒカムですね。このサイドのブラヒカムを入れていきます。これはこっち側に入れていこうかな。で、お花側にここにバーって並んでるんで、ここを手前側に来るように植えようと思います。ブラヒカムもね、同じように根っこ切っておきます。で、結構終盤戦になってきたのでね、根っこは結構処理しないとね、入んないっていうことが出てくると思います。で、ブラヒカムもいい感じに入ったんでね、土入れてきますと。で、次は反対側ですね。こちらの群青の空というプリムラですね。ジュリアンの群青の空という品種を使ってきます。かなりブルーが強いんでね、ジュリアンなので汚い葉っぱがあったらね、取っときましょう。こんなもんかな。で、土入れます。ジュリアンはね、ちょっと反対側のブラヒカムがそこそこ背が高いので、ジュリアンと比較してちょっと高めに植えるようにします。で、残ってるのが手前側のこの3つになります。で、とりあえずこの間ちょっとね、この手前に1個2個入って、このゴールデンタイムはここに入れようと思うので、先にこいつから植えてきます。これもいつも通りもうジャクジャク切って、いつも分けたりしてるんですけど、今回は分けずに広げて使うって感じでいこうかな。よし。で、こっちかな、こっちでちょっと広げてセンターのちょい後ろに、このオステオのね、葉っぱを、まあ一回言いましたけど、隠す、オステオの葉っぱを隠すために入れます。で、あとはヒナソウとリシマキアのペルシアンチョコレートをね、手前にいるんですけど、まあ、先にヒナソウからいこうかな。ヒナソウはね、こういう小花がすごい可愛いですよね。今回これでにしてよかった。ヒナソウじゃなかったらちょっと入りきらなかった説がありますね。よいしょ。で、葉っぱ噛まないように注意して、よしよしよし。で、最後の最後にこれですね、満を持してのペルシアンチョコレート。これはね、当店の自家製産品になってます。ペルシアンチョコレートも使いやすいんですけど、入れる場所がもうこれっぽっちしかないので、これっぽっちのサイズに合わせて根っこを切って用意します。はい。でね、植物一通り入れましたので、まず土を入れてきます。植物と植物の隙間もね、ちゃんと土入れてあげるように、めくってね、めくって確認して土入れてってしてあげてください。
チフルール園芸チャンネル。はい、とてもね可愛い寄せ植えができました。ちょっとね動画の途中でカメラが止まっちゃったので土入れの途中で止まっちゃったんですけど、その後ね土を最後は全部入れて苗のねリーフのこう絡めるとかそういう調整をしました。で特にねここら辺にこうやってガーデンベルギアの葉っぱが多分ここら辺にこうやってピョーンってあったんですけど、これがねめっちゃ邪魔だったのでこれも取っちゃいました。ハーデンベルギアのね葉っぱ結構長くてでかいので、これがね邪魔でそのメインのお花が隠れるみたいなことがあったら、まあ、絶対切った方がいいですね。はい、ということでね今回はそのくじ引きで要素を引いてそれに合わせて寄せ植えを作るってことだったんですけども、まあ、まさかまさかの大成功っていうところでとてもいい寄せ植えができたので大満足です。翔さん今回の出来栄えはいかがですか？今回の寄せ植えポイント150点です。150点。それ何点中の150点ですか？100点で。じゃあもう自分の思った以上にいい作品ができたっていうことですね。そうですね、自分の殻を一つ破ることができた気がします。はい、ちなみに翔さんの今回のそのポイントっていうのはどっかありますか？寄せ植えの。はい、今回のポイント的にはまあ、そのブルーの中でも結構ね落ち着いた感じの色目のものを選んだんですけども、これがポイント的に入れてよかったよっていうのがこれですね。でもハーデンベルギアがここにこうブワッとできてることによってかなり動きが出てるし、色合い的にもこのブルーとかあとこういうブラックの重くてちょっとクールな感じの葉っぱとかお花ってところにこの可愛くて明るい花を入れることでね一気に雰囲気が出来上がったのかなと思います。こういうね差し色をちょっと入れてあげるっていうのはとても重要なことになりますの でなおかつこれはなんで差し色プラス動きですっていう地都内で2つのお得っていう感じだったのでね、これが一番いいポイントだったのかなって私的には思ってます。まあ、あとはまあ全体のね雰囲気的なところが大きいので、まあ、そういう感じですね。で、まあ、一番の反省点と注意点はオステを折らないということですね。もう絶対気をつけてください。オステオはねやっぱ折れやすいんで、ちょっとねこういじったりその横の花とかをちょっとやろうってしてるとそれでね手当たって折れるとかがありますのでね、もうとても悲しいお知らせなんですけども、まあ、とてもそこは注意していただきたいです。寄せ植えの出来に関してはまあそんな感じかなと思うんですけど、まあ、今回のね企画に対しての気持ち的なところで言うとやっぱね最初出てきたのがブルーの寄せ植えのくじを引いちゃったってところで、先週ねあげた寄せ植えがブルーだったのでそれと被っちゃうからどうしようってめっちゃ不安だったんですけど、その時に使ったお花を避けつつもねなんとかかなりいい形に収まったってところでめっちゃいい結果に収まってよかったです。翔さん今回の寄せ植えの費用だいたいいくらぐらいですか？そうですね、ちょっとさっきねあの計算したんですけど、今ど忘れちゃったのでここに表示しておきますね。今回の目安は達成できました。すごい満足そうな笑顔でじゃあまたこういった企画で寄せ植えを作っていただけるってことで、まあ、次の企画も楽しみにしてます。はい、お待ちください。ということで今回こういった寄せ植えをね今回の企画として作らせてもらったんですけども、この2月の間に寄せ植えの動画他にも上げてますのでね、もしよろしければそちらの動画も見てみてください。このチャンネルではねこのような寄せ植えやお花の手入れ方法などの園芸情報を定期的に発信しています。園芸が好きな方はぜひチャンネル登録お願いします。今回の動画が面白かったという方はねぜひともね、高評価と感想コメントをいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。